こんにちは、れいかです。はい、今回はガールズクリエイターアワードのサポートをしていただいているバンタンデザイン研究所からの課題動画、ツヤ肌メイクをご紹介していきたいと思います。見てね。ベースメイクに入っていきます。まず最初にじゃん、キュレルの前回もご紹介した日焼け止めを塗ります。この日焼け止めは下地効果もあるので、下地の代わりにいつも塗ってます。そしてファンデがこちら、イヴ・サンローランのラディアントタッチオールインワングローファンデーションの B20 使っています。本当にちょっとこれぐらい手に取って手で伸ばします。これも前回と一緒です。では塗り終わりましたら、前回のメイクでは次この固形のファンデを使ったんですが、今回はツヤ肌メイクなのでこちらのクッションファンデを塗っていきたいと思います。ツヤ出しですね。こうポンポンしながら塗せていきます。これはディーホリックのコスメブランドのお店で買いました。なんかオープンしたての時にすごいこれ売れてたみたいで完売とかしてたんですけど、今多分普通に売ってると思います。ツヤ感わかりますか？ツヤ肌メイクなのでこのまま抑えずに。では次眉毛描いていきます。この間紹介したじゃん、エクセルの PD07 番です。描いていきます。このペンシルは本当におすすめです。すごいね、眉毛の色がいつもスランプだったんですけど、全然髪の毛明るくなってきても違和感ないから、はい、眉毛完成しました。では次チークです。アディクションのチークポリッシュの9番塗っていきます。このチークは普通のチークと違ってこういう塗るタイプ、液体っぽいのでのせて指でこうトントンしていくんですけど、普通のファンデってなんだろう、粉っぽいじゃないですか。でもこのチークはこう手で伸ばして塗るタイプなので、乾燥しないツヤ肌になるチークです。こんな感じに塗るとわかりますか？塗ってみると結構薄付きなので、なんかチークが濃くなりすぎないのでおすすめです。はい、
ではそしたらアイシャドウに入っていきます。じゃん、バビメロンのバレンタインボックス、マジでおすすめなアイシャドウパレットです。この色とこの色、この色を使っていきます。順番にアイホール、二重幅、目地、目の際にのせていきます。で、下まぶたにも塗っていきます。下まぶたの時はこの上の濃い2つを混ぜて塗ります。はい、では次アイラインいきます。アイラインはヒロインメイクのナチュラルブラウンを使います。目尻にのせていきます。ナチュラルブラウンなので、なんかブラックだと結構きつい印象になるんですけど、すごい柔らかい雰囲気になります。まつげはまつエクをしているので、こちらのまつエクの美容液を塗っていきます。そしたら次はリップに行きます。ディオールのマキシマイザーを塗っていきます。これは唇の縦じわも防げるし、ちょっと使ったことある方は分かると思うんですけど、ピリッとします。ツヤ肌メイクに合うのは、まあ、ちょっとピンク系かなと思ったので、今回はチフレのこちらのリップを使います。と普通に塗る。ちょっとこれケースを買ってなくても、そのまま買ったままなんですけど、ケースも売ってます、別売りで。はい、では以上が私のツヤ肌メイクになります。ちょっと髪の毛も巻いてきました。はい、ぜひ、すごい簡単なので皆さんもやってみてください。参考になったかは分かんないですが、ぜひ皆さんも真似してやってみてください。それでは高評価、チャンネル登録とインスタ、ツイッター、SNS のフォローもよろしくお願いします。バイバーイ。